実はなんか言いたいことあるんだよね。何それ。何そのが違ってんの。なんかじゃあ退席してもらおう。じゃあ退席してくださいすいません、ごめんなさい。すいません、やっぱ私にしか言えないことですよ。みんなに好きな人いるって言ってたんですけど、うん、なんか本当は付き合ってる人がいて、でユーザー付き合ってる人がいて、その人になんか最近好きっていうか、なんか1ヶ月前ぐらいから同じこと付き合ってたみたいな、うん、なんか違う女の子と付き合ってたみたいに、でもちょっと一点止めてもらってもいいですか。なんか私も事務所の先輩と付き合ってる、本当にで、その浮気とかってあるんだけど、その人もなんかそういういろんな人と付き合うタイプだって、なんか本当にしてたのに、なんかレッスンが一緒なんだけど、その人となんか久しぶりに違う女の人が来たので、なんか二人で一緒に買ったから、どういうことって思うじゃん。そしたらなんか帰ってきちゃって、いつも帰るのに一緒にって思ってて、でもなんか言わないと解決しないから、なんかそうすぐ言ったんだけど、なんかそれでもちょっと思っちゃって、でもこれは本当にバレちゃったのよ。事務所にそのなんて付き合ってた時のこととかも結構ボタボタのまま、相手は高校生とかで結構俳優目指しててみたいな感じで、なんか分かってるつもりだったけど、かっこいいからなんかクズやん、そうハッと伸びるじゃんみたいな。相手も高校生だから、ああそっか同い年がいいんだなみたいな感じなんだけどね。でもなんか別に良かったって浮気されることは、だってかっこいいからさ、すると思うやん、絶対良くないけど、絶対良くないけど、そう思っていいやと思ってたんだけど、もう分かるよと思ってた時に事務所にバレちゃって、あのピンクラテもちょっとねって感じになって、ノンタンさんにも言えない多分これ、ごめんなさい、そう1ヶ月前から学校つけたでしょ。もう絶対行った方がいいし、多分早めに別れた方がいい、多分こうやって私みたいに別れなくなると、うん、結構痛い目にいるから、でそういうそのなんか一応さ YouTube 上ではさいないっていう設定でちょっとはっちゃけた感じでいるんだけどそういうキャラなんだけど一応そういうキャラなんだけど、え、ゆうちゃんやめないの。やめちゃうんです。本当にその子もまだ言うので、で言うもこの子には学業上みたいな感じで言うんだけど、そうなんか同じ感じだと思ってなかったから聞いちゃってきたけど、カメラ止まってるからいいんだけど別にそう突然ね相談があるって言われたから何かなと思ったけど、本当にやめちゃうんです。本当にこれ動画切っちゃったけどさ、お蔵入り無縁でなんか相談してもらったのに、こんななんか絶対放送できなくて言っちゃってごめんね。そうなんだけど、やめちゃうの、やめちゃうもん。そうです。でも3月までじゃん。だから一応事務所にもいるって感じなんだけど、もういないみたいな感じになるし、事務所の先輩も多分知ってる子なんだけど、ゆずちゃんも知ってる子なんだけど、そういう感じです。ささげもそのスキップで来月9月かぐらいで本当に終わるかな。やだ、申し訳ない、本当に頑張ってるつもりだったんだけどダメになっちゃって、
に、え、やめないで、え、嘘って言って、いや、本当なんです、ごめんね、本当じゃない、浮気の相談、浮気の相談じゃないの、だから私も言ったのに、本当に嫌だ、浮気もどれもいいの、うん、誰も良くない、本当に私みたいになっちゃダメだよ、本当に、本当に、なんかそう、相手が悪い時はもうすぐ嫌いとかね、本当にそれだけは言えることだと、本当にね、やだやだごめん、ドッキリごめん、ドッキリ付き合ってんのも全部嘘バレてないし、一回もない浮気とか知らない、浮気されたのは本当じゃない、なんだけど、あの放送できないほどの内情を話したらっていう企画なのごめんごめんね、ごめん、申し訳ない、ごめん、ね、設定は1日後って考えてだけどあんまうまく伝えられなくて、もうちょっとあの事務所の先輩っていうのと付き合ってるっていうのを大前提したかったんだけど、なんか辞めるみたいな話になっちゃって、ごめんいやちょっとどうしてもさ仕掛け人がしたくてこんなんと思わなかったえ、リアルだった話え、付き合ってるって信じた本当にえ、でもリアルに想像人物を作りながら話してた、やめない、やめない、やめない、本当にやめない、やめない、やめない大丈夫ですよ何なんかゆなちゃんが話し始めて最初はドッキリかなって思ったけど、うん、なんかやめるってえ、じゃあ待って待って待って、私に彼氏がいるってことは信じてはなかった最初は、うん、そういうことだよね、分かってた分かってたけど私もう今は彼氏欲しいですゆずはが先輩のゆなに恋愛相談をしたら先輩は親身に聞いてくれるのかっていうドッキリを仕掛ける側だったんだよね、ゆずはは。だけど逆にゆながもう放送できないぐらい重いお話で返してきたらゆずはどういう反応するかっていうゆずはへの逆ドッキリでした。はい。めっちゃ隠し撮りの方がもしかしたらリアリティあるかもですね。うん、確かに。付き合ってるってこと信じてもらってもいいですか。やめるっていうよりも付き合ってるっていうゆなちゃんと付き合えたんだみたいな方に見てほしかったなと思います。まあこいつには絶対感謝しないなみたいな感じの。なんか雰囲気を最初信じてなかったもん、顔がなんか事務所の先輩だっつってもみたいな、で辞めるって言っちゃって、え、辞めるのみたいな、辞めれてたかだけなんか反応しない、今日もなんかさ井戸にも彼氏できそうだなみたいな可能性をさ出してよないけどさ、なんかどう見てもひなちゃんもみんなも彼女だよはい、ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。ごめん